ちょっとずつ政党が世の中でどんな問題を起こしてるのかを知らないっていうのも相当罪だろ。どういう被害なんですか。家庭が壊れると。そうやって犯罪してる組織から立候補するってどうなの。僕の認識は NHK 党の方が、ワクチンが危険だとか言って、うん、不安を煽ることによって党を集めているのが参政党である。どうもこんにちは、ダニエルです。こんにちは。こんにちは。物々の経緯とかったんですけど、うんうん、例えば今じゃ旧 NHK 党と参政党でちょっと属性的にバッティングするところもあってそうね、立花さん的に、まあ、じゃあ自民党よりも、うん、その参政党を狙った方が NHK 党に向くんじゃないかみたいな狙いとかはあったんですか。いや、あのね、自民党はそこの部分においては、でもそこも今言ったように被害者がやっぱり実質上出てないっていうのがあるんでね、うん、国民は別にそれ怒ってないわけよ、うん、名前貸してるだけだからと、うん、ところが参政党の人は、うん、賛成できる、選挙で投票できるとか、うんうん、いろいろなサービスがあるっていうことを聞いてるのに、うん、はい、そのサービスが行われていないどころか、うん、やれ名簿隣の町にて書き写してこいとか、うん、やれそのチケットを何枚売れとか、もうすごいんだと、うん、とにかく我々は奴隷のように使われてる、うん、というその苦情が山ほど入ったわけですよ、僕の YouTube で、ね、うん、それをだから、うん、じゃあ裁判しますか裁判しますかって言っていったら、うん、少なくとも16人が集まったと。で、一番びっくりしたのが、うん、俺の知り合いの弁護士っても当然10人以上いるんだけど、うん、すいませんって村岡先生って言うんだけど、ちょっと参政党のね、うん、こういう被害者がいるんで、村岡先生ちょっと弁護団のね、しか弁護やってくれませんかって言ったら、うん、いや分かりましたって言って、うん、やりだして、うん、で3日後ぐらいにショートメール来て、いや田島さん実は僕参政党の党員なんですと相談した人が参政党の、そうそう、だから俺昔からのお付き合いあったんやけど、はい、いやもう参政党をね作った、うん、もう一昨年の3月だったかな、もう5万円寄付してるわけ、うん、で4000円の運営党費もずっと出してる、うん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 、で忘れてたらしくて、本人もその5万円出したっていうのも、うん、もう名簿で出てくるわけよ、毎日寄付したら、うん、で実はちょっと田島さんの、まあ黙ってたんだけど、うん、田島さんの YouTube 見てたらさすがにこれはひどいなと思うようになったので、うん、それで僕も被害者なので、うん、じゃあこれからちょっとその被害を受けてる人の弁護団をやりますっていうところで、うん、村岡弁護士ももう自分もちょっとなんか騙されてたっていう体で、うん、YouTube を始めたりしている。へー。じゃあもう参政党離党というか、去年の末、それを知ってから10月ぐらいで辞めたのかな。お、うん、だから弁護団の団長っていうか、まあ、弁護団というか弁護士が参政党の原告16人のその弁護士さんは参政党員です、はい、気づいて辞めた。ちなみに名目というかはどこなんですか、その訴訟の名目というか。詐欺、注意的主張は詐欺です、で予備的主張は消費者契約法違反かな。だから騙されたからお金返せ、でもそれがもし騙されたってならなくても消費者契約法の4条に基づいて誤認錯誤かな、うん、訴えてらっしゃる方は騙されたっておっしゃってるっていうことですね。騙されてるって言ってますね。でもそういうなんかその政党とその党員とかのトラブルって他の政党でも聞くじゃないですか、例えば自民党でも。いや聞く、そんなお金のトラブル。お金のトラブルは聞かないですけど。お金のトラブルなのよ。お金のトラブル、お金がなければ裁判関係ない、うん、なんかいや僕の友人で昔自民党に所属してて、まあ、衆議院議員選挙も出て、まあ、落ちたんですけど、で4年後にまた出るっていう約束でこう準備をしてたら選挙区合併してこっちの人間を立てるからって言ってはしご外されたとかって言って怒ってた人間もいましたけど、うん、そんなんは山ほどいる。そんなんはもううちでもある、うん、それは仕方がない、うん、情勢が変わるから公認をするしないなんていうのは、うん、はいはい、昨日も俺殺されるって電話がちてたよ、お前殺すよって公認しなかっただけで。いやいや違う、うちの党の人間、その参議院選挙で600万払って出たけども、はい、今度の府議選で公認してくれというか、もう公認しませんと、はい、もう理由は何ですかって言ったら、もう迷惑ですとって言ったら、もうお前殺すって、もうその NHK 党というか、まあ、どっちか分かんないですけど、はい、それはもう立花さんの一存で全部決まる。ああもちろん NHK 党だから、政治団体 NHK 党の党首はいまだに俺やから。ああそういうことか。そっちの NHK 党の方は、国政政党の方は大津彩香さんだけど、はい、NHK 党の公認のことやから俺に言ってきた。そういうことですね、はい、だから NHK 党は政治団体で、うん、その代表である立花さんがだから、まあ、そうそうそう、国政政党でも何でもないから一存で全部決まる、うん、そうそうそう、だから俺が党首の NHK 党の公認が欲しいってきたから、うん、いやもう本当勘弁してくださいと、うん、
でもう殺すで本当お前殺すしかないなんか正義のためにって言い出して、うん、それでもう全部録音取って、うん、もう50分ぐらい話して、うん、でもうとにかく頭のいかれた人なんで、で最終的にもうとにかく警察行くけど、うん、謝罪がなかったら行くでっていう話で本人も最後謝罪して、で無所属で府議選当選したら今度のここね公認、うん、国政選挙では公認するようにしますからって言ったら、うん、まあ落ち着いたんだけど、うん、それもしだからこっちも公認取り消したことによって取り消すっていうか出してないんだけど、うん、損害があったら全部払うまで言ってるわけ、はい、準備するじゃん、うんうんうん、チラシとか、うんうん、だからそういうお金のトラブルがある場合は、うん、それは最終的に裁判になる可能性はあるわけよね、うんうんうん、だからその今の例え話も、うん、公認してる人じゃん、公認するかしないかじゃん、はい、賛成党の場合は、はい、一国民に党員になりませんかって呼びかけて、うん、そして説明もせずにお金をクレジットカードで取るっていうことがどれだけ危険かっていう、だから呼びかけも何もだってネットで見て勝手に入ってきてる、うん、だからネットで見て勝手に入ってくるのはダメなんですよ。多分ダニエル君は知ってると思うけど、ネットで出資呼びかけてお金入ってきたら出資法違反やね。まあそれは出資だったらそうですけど、いやいや一緒よ、うん、それはもう野田君の認識がやばすぎて、はい、特定商取引法違反、いきなりこれやからね、説明しないとダメなのよ。だから、うんうん、インターネット上でのお店を開いてるわけだから、うんうん、まあ、まずは、はい、一般だったらお店に入って商品取って買うから、はいはいはい、だから説明いらないのよ、うんうん、でもインターネット上はそこがどんなお店かも分からずに入ってきてクリックしてしまう恐れがあるから、うんうん、ちゃんと参政党という政党で、うん、こういうねあの規約に基づいて、はいはいはい、これを同意した上でお金払ってくださいってやらなきゃ、はい、ところが規約が4種類もあって、はい、最初からそれを前面に出してない時点で、はい、詐欺をしようということが認められるってことだ。立花さん的にはインターネット上で会費を集めること自体その規約とかちゃんと出されてたら OK かな、うん、もちろん規約を全部出していたら詐欺には当たらないでしょうと、うん、だから主義的な主張は詐欺ですよ、うん、ただ予備的な主張は消費者契約法違反や特定商取引法違反で返金するべきって言ってるわけ、うんうん、だから規約ミスに入ってくるのはとんでもないっていうわけよね、うん、知るかそんなもんって神谷君言ってるわけ、うん、でもそれは対面で規約を見せて入ったならいいです、うんうん、ただ対面の時も私は参政党の党員で今からあなたに参政党の党員になってもらいたいための説明をしますって言ってやらないと、うん、これはこれであの捕まるからね、うん、だってもう全然何も言わずにあの、うん、演説を聞いてる人を一緒にご飯食べに行こうとかカラオケ行こうとかって、うん、これちょっと入ってくれないってやること自体もダメやからね、うん、細かいこと言えばね、うん、なるほど、うん、じゃあ情報商材でノリでちょっと若者を勧誘したぐらいな類のものとちょっと認識してるってことですか？そうそうそう、だからお金を取るっていうのはそれぐらいの責任があるので、うん、そのインターネット上で党費を取ってる政党っていうのは間違いなく賛成党しか聞かないよ、うん、寄付は別だけどね、寄付は別に、うん、あのちゃんと寄付としてもらって、うん、それを届け出をしてってやるからこれも非課税ではあるけども、うん、賛成党のやってることっていうのは、うん、メールを打ったりしてるわけよね、情報を売ってるわけだから、これは明らかなお商売に当たる、その1000円とか4000円とかの差がついてるってことはお商売なんだから、これはあの賛成党のホームページ見たら分かるけど、うん、特定商取引法に基づく表記ってあるの知ってる、はい、うん、まさにそんな他の党は特定商取引法に基づくものがない、うん、そうです、うん、だから特定商取引法に基づくお商売をされてる政党っていうのは国政政党では賛成党以外には見当たらないです、うん、それは一般の人が被害になってるので、うん、その選挙に出る出ないとかそういう人は一般の人じゃないので、だから自民党の党員で自民党の党費返してくれっつって裁判する人いますかって誰もいない、いないでしょうね。これ同じように、うん、俺同じように呼びかけたのは令和新選組も呼びかけたよ、へ一人だけ来たよ、うん、令和新選組はどうやって取ってるんですか党費？令和新選組も街頭とかで集めてるから、もちろん、はい、あのインターネット上であの寄付してくださいっていうのはやってるよ。でも令和さんはもう俺も令和新選組は貧困ビジネスだまではっきり言ってるんだけど、うん、まあクレームなかったね、
なんだろう、おそらく共産党もそうだろうけど、ちゃんと窓口があって話が聞けるから、うん、みんな怒らないよね。一人だけ来たけど令和新選組、その人一人はもう俺の悪口めちゃくちゃ言って、今神谷君がこの人すごいねって言ってる人、その人はもう令和新選組にも行って、国民民主党にも行って、うちにも来て、みんなから嫌われて、もうお前来るなってやられた人やから、その人が令和さんに1万円給付したものを返してもらってくれって俺に来たけど、ちょっとさすがにこれは無理やよねって言ったら、逆ギレして俺の悪口を言って、俺の悪口を言ってることを神谷君がこの人正しいよねっていうことを言ってるような人で、うん、要は令和新選組や共産党を含めて、うん、そんなこと言ってくるのは参政党だけです。党費を返してくれっていうのはね、うんうん、まあ、現に裁判までされてるわけで、はい、16人の元党員が国政政党になって、うん、その後裁判するっていうのは、うん、相当の思いがあるんじゃない、うんうん、ちょっとその神谷さん周りの話になったんですけど、うんうん、神谷さんが NHK 党とかを反社と言った言わないとか、はいはいはい、なんかそういう告訴とか、うん、そこら辺の話をちょっとこの前電話で伺ったんですけど、うんうん、そこは今どんな話ですか、はいはい、だから最初は妨害する人とか言ってたのが、急にその1月31日に下関で神谷君がうちのその菊竹っていうやつの質問に答えて、わざわざこれまで無視してたけども、わざわざ下関まで一人で来てくれたから、質問に答えてあげるよって言って、どうしてその NHK 党と話しないんですかって言ったら、急に NHK 党の幹部に極左暴力集団や反社と付き合いがある人がいるって言い出したわけ。それは初めて聞いたからね、うん、何を言ってんねやって話になって、うん、その証拠はどこにあるんですかってその NHK 党の菊竹君が聞いたら、うん、これから集めますって言った、うん、これから調査しますって、うん、ありえへんことを平気で言ってるから、うん、まあ、それを俺はもうその日のうちに聞いて、うん、ああ、もうさすがにこれは決定的じゃん、もう、うん、だって我々の幹部に極左暴力集団や反社と付き合ってる人がいるなら我々が回答だし、そうじゃなければ神谷君が言ってることは名誉毀損だから、これは白黒はっきりつけましょうということで、直ちに今1億円の信用毀損というところで東京地裁でやってるのと、まあ、あと刑事事件についてはこれは捜査の妨害になるので、僕が下関警察に行ったことまでしか言えないです。これは刑事事件については妨害になるので。ちなみに西東京の田無警察にも行ってます。五十嵐正雄君が加藤なんとかさんっていう人を、うん、日頃はなんか5000円1万円じゃないと話が聞けない人ですとかってやってたけどね、まあ、それももちろん思いっきり公選法違反なので、まあ、それも警察に行ってます。そこまでは YouTube 出してるんで、ただあとは捜査情報は出しちゃいけないので。じゃあ今田宮さんの刑事事件が進行中ってことですか。それも含めてですけど、まあ、もちろんその僕がその下関検察に行ってですよ、信用毀損業務妨害っていうところで申告してですよ、もうあとはお察しくださいですよね。なんか例えばそのさっきの西東京の話あったじゃないですか、はい、西東京もなんかこの結構妨害されたって言ってるじゃないですか、参政党の人は、はい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 、その辺は妨害されたんですか、はい、西東京の。だから妨害っていうものに関しての考え方なんですけど、はい、落選運動っていうのはやっぱりできるわけですよね、はいはい、例えば殴ったりとかしてたらそれはダメでしょうけども、はいはい、ね、選挙運動のその妨害っていうことについては当然妨害だというんであれば、じゃあその落選運動ってことですね。落選運動に関して妨害であれば、はい、まあ、僕は当然それ言ってないんだけども、はいはい、あの初日に応援に行ったうちの党の人も出てたんで、うんうん、まあ、政治家女子の方出てたんで応援に行ったっていうことなんですけど、うんうん、まあ、そこはだから妨害だと思うんだったら参政党なり立候補者の五十嵐君が刑事告訴すればいいと思ってますけど、ちょっと僕は詳細分かんないんで、うん、分かんないのに言うのもなんなんですけど、はい、そういう落選運動を、はい、例えばその五十嵐さんですか、はい、をまあされたっていうのは、はい、なんかどういう意図というか、なんか別にその神谷さんがどうのっていうのは今、はい、立花さんに聞いて分かったんですけど、別に五十嵐さんは五十嵐さんだから、はいはい、彼がまず公職選挙法は非常に古くてこんなのは守ってる場合じゃないと。でその後歩きながら演説する桃太郎、はい、違反なんですよ。もうそれ以外も自転車で呼びかけも違反なんですよね、うんうんうん、その辺はまあさすがにまあいいかぐらいなんですけど、うん、その中学生が、うん、あの五十嵐正雄さんに投票してくださいかなんか、僕中学生ですって書いたのを彼がリツイートしたわけですね、うんうん、まあ、これはもう未成年の選挙運動っていうのは違反ですから、うんうん、それをこれ違反になるよってみんな教えてあげたらその子は消したんだけど、五十嵐君はその子に対して謝罪もしない説明もしないという状態で、とにかく彼自身がその選挙前の演説も政治活動も逃げ回ったわけですよね。どこどこ駅でやりますとかってもうだから逃げ回ったので、まあそれは堂々と話すればいいわけじゃないですか。でもそれを逃げるっていうことはよっぽど怪しいんだろうなっていうことで、まあそこからはもうみんなが追いかけます、まあさおーって言って追いかけますような
状態になったと、まあ、逃げるから追いかけたくなるっていう理屈ですね、まあ、そうですね、はい、でその後だから沖縄でも落選してるのは、はい、落選運動をしてるわけですよ。あ、そうなんですか、はい、もうだからそれは神谷君が、はい、あえてするなと言いながら落選運動してる人物にビラ見せてとかって、こんなのいいの、いやもう選管に OK 取ってますよと、それは個人でやる落選運動は選挙中でもいいっていう法律はちゃんとあるんですよ。そうなんですね。でも神谷君は正直そんな知識全然ないです、うん、何が違反で何が違反じゃないかじゃなくて、うん、これは捕まらないぐらいの認識しかないです、うん、だからこそ、うん、その彼自身が自分で相手するなって言いながら、うん、実際にそのビラをもらってそのカメラに映り込んで神谷君が撮りに来たと、でそれ1枚もらっていくって言って、うんうん、調べても当然それは合法だから訴えることもできないし、うんうん、インターネット上ではもう参政党イコール危険な組織と、まあ、NHK 党も危険と思われてるでしょうけど、そうですね、僕の認識では NHK 党の方が危険と思われてる。いや我々は危険だと最初から言っているから、はいはいはい、独裁です、危険です、はいはい、戦いますと言ってます、はい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 、でも参政党はそうじゃなくて、うんうん、NHK 党のような危険な組織とは俺たちは距離を置くんだと、うんうんうん、だから世の中の人はびっくりするわけですよ、うん、だって参政党は要は YouTube もバンされるようなことを言っちゃうわけですよ、うん、我々は YouTube バンされないです、うんうんうん、それは日本の NHK と戦っている、うんうんうん、日本のメディアとか日本の政治家と戦っているから、うん、Google 社はバンはしてこないですよね、うんうんうん、でも参政党はまさにワクチンのことについて、うんうんうん、WHO との反対の意見を言うからバンされるわけですよね、はいはい、それはテレビも YouTube もバンなのに、うん、自分たちは阻害されてるとかって言うんだけど、うん、いやさすがにちょっとその科学的根拠乏しいよねっていう感じで、参政党というか、まあ、神谷さんが言ってるのってそのワクチンにしてもメリットだけどね、やっぱり情報発信じゃなくてデメリットもやっぱりちゃんと発信した上で選択できるようにするべきっていう、そうそうそう、めちゃくちゃまともなこと言ってるよ。ですよね。ただそれがもう暴走しすぎてしまうわけよ。うん、だから政府だって、まあ、我々だって、うん、ワクチンを接種したら死ぬ人いますよね、うん、当たり前ですよ、うん、こんな高熱が40度が出るわけだから、うん、まあ、そうですね、副反応言うて、そうすると、うん、統計と確率で最後は皆さん、はいはい、自分で判断してくださいねと、うん、でもそれが、うん、まあ、強制だ強制だとか、うん、必要以上にワクチンが危険だと煽ることは、うん、それは WHO も含めて政府もやめてくださいとお願いしてるわけですよね、うんうん、そこの科学的根拠というかデータを出さずにやっちゃうからバンされる、うん、そもそもそのワクチンのメリットもデメリットもどっちもまだデータに乏しい、もちろんもちろんそうよ、だから、うん、ワクチンのことだけじゃなくてね、うん、その食べ物のことについても、まあ、神谷君が、うん、アベバ TV で西村博之君と話した時に、はい、ね、無農薬がいいですと、はいはい、いやそれは誰だって無農薬がいいと思うよと、はい、でも農薬を使わないと作物の収穫量が下がるから、はいはいはい、結果として貧困を生み出すから、うん、世界中で農薬を使ってますと、はい、確かに世界で使わない農薬はアメリカの力で日本で使わされてるの僕ももちろん知ってます、うん、とはいえ、うん、じゃあ農薬を使わなければ、うん、今までの、まあ、それなりの食料がね、うん、食物が育つっていうデータを出すと彼は言ってるけども、うん、未だ出してないんですよ。だからその科学的根拠が乏しい、うん、あるいは曖昧なもので国民を洗脳していくっていうか情報発信するのはこれは政治じゃなくて宗教なんですよ。なるほどね、うん、だからその宗教としていろんな宗教がやっぱり信仰されていくように世の中の人ってそんなに科学的データを求めてるわけじゃなくて自分が信じたいものを信じる癖があるから、だから科学的根拠が乏しかったり曖昧なものでも小麦が危ないとか、まあ、ワクチンが危険だとか言ってこう不安を煽ることによって人を集めているのが参政党であるというふうに結論をつけてる。なるほど、うん、僕自分参政党員ですけど、うん、僕はちょっと違って、うん、別にその不安を煽られたから行こうと思ったわけでもないですし、うんうん、僕が参政党が面白いなと思ったのは、まあ、参政党に言ってる DIY っていうことですね、うん、みんなで作るっていう、うん、はい、投票したい政党がないからみんなで作る、うん、でその中でやっぱり自分がその政治に参加するっていうことをやっぱり考えたことはなかったんです。自分もともと経営者なんで、うん、今でも経営者ですけど、うん、ただ自分がもしじゃあこういう政治っていう世界に関わっていくとしたら、うん、どういう世界が面白いかなとか、うん、どういう社会になったらいいかなっていう考えるきっかけをもらったのが参政党だったので、うんうん、それで参政党に今所属をして、うん、それでまあ今回議員を目指そうということでやってるんですけど、だからみんながみんな別にそういう洗脳されてやってるわけじゃないんじゃないかなと僕は思うんです、うん、
洗脳されてるとは全然思ってないです、うん、あの一部の人はね、うん、洗脳されてるのかもしれないけども、うんうんうん、まさに今おっしゃった DIY 自分たちで作るっていうことが、はいはい、完全に規約の変更で今保護されてます。完全に無視されてるんですね。で神谷君ははっきりとこれ言ってるんですよね、うん、乗っ取られるから党員には選挙権渡しません、うん、本部での選挙権渡せませんって言ってるんです。でも普通の会社って上場したら乗っ取られることを覚悟して上場しなきゃいけないわけでしょ、うん、まあそうですね。僕は神谷君にすごく参考させてもらったなと思うのは、うん、やっぱり乗っ取られたくないっていう考え方を持ってるわけですよ彼は。でも本来政治とか政党なんて、うん、いいものがあれば乗っ取られる方がいいじゃん、うん、自分よりも素晴らしい人が集まっ、うん、あれ来たら乗っ取られた方がいいのよ、うん、でもしどっか特定の勢力に乗っ取られたんだったら、うん、それはそっちに明け渡してまたやればいいわけでしょ、うん、何よりも選挙権を DIY である以上は、うん、その事務局長とか党首を選ぶときに、うんうん、例えば松田さんを党首にするのに、うん、皆さんには聞いてないでしょ。ちょっとその時いなかったんで分かんないんですけど、うん、まあそ、はい、そこ選挙してないんですよ、ね、あ、してないんですね。で、はい、例えばその今神谷さんに対して何か不信任としてやるとか、うん、ルールとかが基本的にはすごくハードルが高いんですよ。辞めさせることができなくなってるんですよ、うん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 、で政治家女子48等の僕の立場だった今大津さんがやってくれてるけども、それは宣言してるんですよ、うんうん、独裁でいくからね、うん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 、だから独裁の方が話が早いから独裁でいく、うんうん、その代わり君たちからお金もらいません、うん、なるほど、党費も取りません、党員も募りません、はいはい、完全に独裁でいきますと、うん、この独裁でいきますと宣言してるのと、うん、私たちは DIY ですって言っておきながら中身が全然 DIY じゃないんですよ、うん、これは詐欺じゃ詐欺でしょうと、なるほどね、うん、っていうのが橘さんの意見です。まあ、僕だけじゃないですけどね、まあ、じゃあ例えばですよ、僕は別に騙されたと思ってないし、神谷さんがそう言ってああそうなんですねとしか思ってないし、うん、まあ、とにかく、まあ、この今のね日本の政治が面白くないから、うん、じゃあ自分やりたいって思ったきっかけが参政党で、だから参政党から出ていろんなことを変えようと思ってる人間なんですけど、うん、こういう人間はどう思いますか、うんうん、それはいいと思うよ。だからお金集めなきゃいいんだよ。なんでお金集めるの。これ別にお金も集めてないですし、いやだから、はい、お金さえ集めなければいいって何度も言ってるじゃん。だから、うん、そのネットで説明もせずにお金を集めるのは、うんうん、特定商取引と結構強い、うん、重い犯罪なのでね、はい、そのような犯罪をしてるから指摘してるわけであって、うん、裁判までしてるわけであって、まあ そうですね、それは裁判してるんで、うん、そこで結果を出してもらえばいいと思うんですけど、でもそうやって犯罪してる組織から立候補するってどうなのってなるじゃん、まあ、もし犯罪が認めら、うん、証明されたらね。だからなぜ公認してもらうのにね、うん、そういうところを調べないのかってなるわけ。自分の会社、うんうん、まあ、ある意味会社だよね、所属する政党が世の中でどんな問題を起こしてるのかを知らないっていうのも相当罪だよ、うん、だって参政党が訴えられてることは知ってるんでしょ。それは知ってます。最近それを、はい、なぜ知ってるの。最近の話ですよね。だって1月だからもう1ヶ月以上経ってるじゃん。はい、それは、見ました、うん、だからその内容から見たら、うん、内容からすればね、うん、詐欺はちょっと言えないかな、詐欺はない、でも、うん、特定商取引法とか消費者契約法には抵触してるんじゃないのかなっていう感覚を持てないのかなと思う。だってそれは組織としてやってることだから、神谷君個人でやってるわけじゃないからね。ちなみに橘さんに参政党にどうなってほしいですか。解散してほしいのか。いや、このままだから、その僕は信じる人は信じたらいいって、僕は宗教だと思ってるんで、うん、宗教をうまく使ってるので、うん、まあ、宗教の感覚、宗教っていうのは合理的な理由はいらないので、うん、別に ね、それでいいと思ってます。だから僕らも宗教であれなんですね、 DIY って信じてる人間だから、うん、でもだからその野田君みたいに知れば分かる人もいるだろうし、うん、知っても分からない人もいるだろうから、うん、ただ真実を伝えてるだけであって、うんうん、別に宗教が政治をしちゃいけないとは思っていないので、うんうん、だからその新しく参政党に入ろうとする人たちが、うん、インターネット上で、あ、うん、ここはそういう政党なんだっていう情報を出したいだけで、別に参政党が納得してる人を対して僕は救おうとは思ってないですよ。納得して受信料払ってる人に受信料払うなっていうつもりもないし、参政党の活動をただ やりたいからやってる、それは別にどうぞご自由です、うんうん、そうですね、まあ、多分そういう人の方が多いんですよ。いや、ご自由なんですよ。ところが被害の相談がこっちに来るわけ。だってどうしようもできないでしょ。一人月4000とか月1000円の被害、うんうん、旦那に黙ってたとか、うん、奥さんからめっちゃ怒られると失敗いるんですよ。どういう被害なんですかそれ。いや、もう家庭が壊れると。4000円払ってることで、お金だけじゃなくて、うん、行かないと怒られるから。あ、
行かないと怒られるんですよ。そのだから活動に参加しないと怒られるから、まあまあ、子供の面倒とか見れない。まあでもそれは多分正直なんか話を聞いてる限りで支部単位で結構いろんなことはあるみたいです。いやもうだからその国民を守るのに家庭を壊してしまってるわけ、その、まあ、でもあれが強いから、うん、それはあの結構僕が参政党に入って分かったことは、全国の支部によって結構方針が違うし、違うの支部長によって違う。 それは本当に、まあ、これはやっぱりまだできて数年ぐらいのちっちゃな政党なのに人数だけ増えてるからそうなってるのかなと思ってます。これがだから支部長っていうのの決め方知らんでしょ、はい、うん、知らないです。それをだから勝手に神谷君が決めちゃうから、うん、普通は支部長を決めるのは支部で選挙しなきゃ、はい、まあそうですね、 DIY ってそうでしょ、うん、でもその支部長っていう人は大体まあ半分ぐらいはそのネットワークビジネスしてるのよ。500円ぐらいの手鏡1万円とかで売ってるわけ、うん、でそれを販売するために集めてるっていう形、うん、党員をっていう人がいるってことですね。そういう支部長の人がいるから、はいはいはい、そこについて来られるのが嫌だから逃げ続けるわけ、うん、神谷君はね、うん、俺はそう思ってるよ、うん、だからネットワークビジネスをしている宗教のような政党、それが参政党っていうことが広まればいいと思ってるんで、うん、でそれはねちょっとここは反応させますけ どうぞ。それが参政党の一部だと思います、はい、うん、まあ一部っていうか本部だよね。本部かどうか分かんない。いやだって本部がそうじゃん。本部がそれを言ってるのかどうか分かんないし、今の話を聞いてる限りでは支部がノルマとかを課してるのかなと思いますけど、うん、だから本部がその支部がやってることを容認してるわけでしょ、まあ、把握してないところもあると思いますね、うん、仮に把握してないなら、まあ、確かにその本部も支部も組織としたらその他の例えば自民党とかね、ああいう党から比べたら全然脆弱だなと僕も思いますよ。それはまだやっぱりできて、ね、数年しか経ってない政党であり、正直参政党に入ってこの選挙にね向かってじゃあ出るって言った時に何もないじゃんっていうこともありますね。選挙のやり方誰も分かんないとかね、こういうこともありますけど、まあそれは確かに一理あるかなと思います。だから、うん、俺は単純に危険な組織であるっていうこと、被害者がこんなにこっちに相談来てるっていうことは、うん、危険な組織であるっていうことを訴えてるわけだから、うん、それに対して神谷君は民事でも刑事も訴えればいいわけでしょ。でもその話一切聞かないよね。訴えてくるべきなんじゃない、こっちは訴えてるけど。なるほどね、うん、だって党員の名誉のためにも立花が言ってることは嘘だって言ってくれないと困るんじゃない。うん、でも神谷君はこういうわけよ、俺たちが参政党が活躍すれば飛躍すれば困る、うん、そういう人たちがいるんです。 NHK 党はなんか自民党とか公明党からお金もらってるんですとか、うん、もらってるんですか。もらってない、もちろんそんなくれたらありがたいけどうち公明正大なちゃんと会計出してるからね。うん、だからいやもらってるって、そんな表立ってはもらわない。表立ってもらえへんかったら犯罪になるやんか、政治献金とか党からのあれって表立ってもらう。党じゃなくてその個人的なあれ。いやいや個人でもらったら今度所得税法違反になるじゃん。所得申告いや申告したらバレるじゃん出す相手が立花に分かったってなるから、はい、そんなんはありえへんわけ。うん、なるほどですね。うん、で、うん、とにかく、うん、参政党は俺たちはいじめられるんだ、うん、自分たちが参政党が活躍すると都合の悪い勢力が今俺たちに対して妨害行為してるんだって言って宗教のように内輪を固めてるんだよ、うん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 、要は宗教のやり方のもう基本中の基本なんだけど、うんうん、その街頭に行って世の中の人が自分たちに辛く当たることを経験させて、うんうん、この人たちに、うん、あの人たちおかしいでしょ、だから僕たちは団結しなきゃいけないっていうのを教えるのが宗教の基本中の基本を今参政党はまさにやってる、うんうんうん、なるほど、うん、だから本当に危険だということを、うん、今はネットの時代だから、うん、こうやって言えるので、うん、僕はそこまで参政党が大きくなることはないとは思っている、うんうん、プライベートのことで、うん、女の子を付き合ってる女の子誰ですかって言ったらさすがにそこは黙るけど相手に迷惑かかるからねそれ以外のことで聞かれて困ること何一つないもん、うん、これからは自由につながる緩くつながる組織が強くなると思ってるね、うん、でも神谷君のやり方は、うん、その強くこう、うんうん、なんていうかな、グリップしようと軍隊的なことをやろうとしてると思う、うん、まあ、あれダメこれダメって言って統制を取ろうとしてる、まあ、組織とはそう、うん、だからそれが組織だったらそうなんだろうねと思うんだけど、そのやり方は今後はちょっと厳しい。トイレどこですか。もう全然あれやね、野沢さんは染まってないよね。えこの人がだからあれよね。